藤井県は日本の国土交通官僚、長崎県副知事や長崎県道路公社理事長、国土交通省国土政策局長等を経て首都高速道路代表取締役、東京都出身、1983年一橋大学経済学部、卒業、建設省入省、1993年から岡山県に出向し、 地域振興部地域政策課長や企画課長を務め、岡山情報ハイウェイ構築などに携わった。総理府出向等を経て、2000年、大木地陰建設大臣秘書官。2001年、大木地陰国土交通大臣秘書官。2006年、国土交通省土地、水資源局土地情報課長。2007年から、長崎県副知事を務め、長崎県道路公社理事長。 長崎県三端地域振興財団理事長、長崎県土地開発公社理事長、石木ダム地域振興対策基金理事長、長崎県農業振興公社理事長、長崎県漁業公社代表取締役社長も兼務。2010年長崎県知事選挙では自由民主党から出馬要請を受けたが誇示した。退任後、国土交通省大臣官房参事官を経て、 2012年国土交通省大臣官房会計課長2013年国土交通省大臣官房審議官2014年7月8日関東地方整備局副局長2016年6月21日から国土交通省国土政策局長を務め人口減少社会への対応を進めた2017年7月7日大官 2018年東急総合研究所顧問18、18銀行取締役、2019年長崎経済研究所顧問、2021年首都高速道路代表取締役専務、ありがとうございます。